長列文は、真の祖国藩の幕僚。字は、恵ぐみはじめ、または、いはじめ。チャンス賞上州府陽子県出身。名家の出で先祖の長猿ルは、後記年間に、戸部少将を務めた。若くして、文明を知られたが、賞味を三度受けて三度とも落第した。1855年12月、祖国藩が、南章で、 太平天国軍に苦戦していた時に、同郷の周東都らの推薦で、超列軍は祖国藩の幕府に入った。その日に、クスノキジュチンに駐屯する将軍を見たが、陸軍の指揮が主観しており、頼りになるか心もとないと指摘した。果たしてしばらく後に、クスノキジュチンの部隊は大敗を起死した。1864年に祖国戦が、 太平天国の都の南京を陥落させた際、超列文も居合わせており、同性孤児日記に、当時の様子を以下のように記して、将軍の途上を告発している。沿道に転がる死者は十人のうち九人が老人である。また幼児も戯れに刀で叩き殺され、路上に放置されている。四十歳以下の女性は一人も見かけない。傷のない老人はなく、十余党。 数十頭の刀傷があった、また超列文は独特の見解を持っていた。1867年6月20日、祖国藩との対話で、成長を揺るがす災いが起き、地方は分裂してしまうことになる。そのような事態は50年以内に起きるだろうと述べた。祖国藩は皇帝陛下に徳があれば、そのようなことにはならないのではないかと反論したが、列文は、 新長は安やす,やすと天下を奪い、各地で虐殺を行った。善悪は互いに補うものではないので、後世の君主の徳は頼りになるものではないと述べた。つまり新朝の正当性に疑義を挟んだのであった。著書には、農政孤児日記のほか、はじめ先生講師に非難日記、落下春雨巣に日記がある。ありがとうございます。